では続いての話題です。 SNS などに投稿する動画の作り方について学ぶ体験講座がこのほど米沢市の上郷コミセンで開かれ、参加者が動画制作のポイントについて理解を深めました。この講座は上郷コミセンが市内の小学4年生以上を対象に初めて開いたもので、小中学生から大人まで6人が参加しました。講師は SNS 動画を通して若者に地域の魅力を発信している米沢 YouTube 代表の阿部浩一さんが務め、動画の作り方などについて説明しました。参加者は初めに自分たちが日頃よく見る動画についてジャンルや内容、魅力などについて確認し、どういった特徴があるのか分析していきました。好きな動画としてアイドルの歌唱動画や玩具紹介、スポーツなど様々なジャンルが挙げられ、続いて参加者は自分が作ってみたい動画について、動画の狙いと何を発信したいか紙に書き出していきました。講座の後半では実際に動画編集アプリを使い、動画の切り取りや文字の入力などを行い、 SNS に投稿されている動画の作り方について理解を深めました。2回目の講座では参加者が制作した動画の発表会などが行われるということです。